幹部失格だな。くらえ。何？あんたを逃がすことはできない。その点に関しては僕は必死だ。逃がす？そんな心配はもうするな。お前が心配することはジッパーでバラバラにされて地面に転がった後のことだけだ。どちらが先に相手に拳を叩き込むかの勝負だ。どうした？来いよ、ジョルノ・ジョバーナ。感覚だけが暴走する。自分の拳の方が先に入ったのに、なぜ？お前がそう思うのも無理はない。これは俺の腕ではない。俺のスティッキーフィンガーズの能力はジッパーで別なもの同士を接続することができる。じいさんは魂をこの矢に刺されて死んだが、僕はどうなるんだ？スタンドが攻撃されたなら、さもなくば死への道。うわまともにぶち込まれたなら間違いなく死ぬ。やむを得ない。たとえポルポが組織の幹部であろうと、僕の夢を阻み、あのじいさんのように関係ないものをゴミクズのように殺すやつであるのならば、倒さねばならない。無駄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 。ゴールドエクスペリエンス、お前の感覚だけが暴走し、全ての動きがゆっくりと見える。敵の謎はもう一つある。それが分かりかけてきた。解いてやろう、ブックルス。マストを見た時の違和感、あの時。すぐそこだ、スタンドを戻せ。分かったぜ、こいつのもう一つの謎が。壊すんだ、ブチャラティ。こいつの謎は、こいつのいる場所は。引きずり込まれる。俺に捕まれ。くそ、いない。どこだ？こっちの発射パワーは十分溜まったぜ、ミスター。俺の勝ちだ。くらえ、解除だ。やっぱりこいつ油断したぜ。残りの弾がないと知って油断したぜ。こいつに近づきたかったんだよな。近づけばあそこを狙うのが正確になるからよ。何？こいつら いつの間に。しまった、距離が近すぎる。行くぜ。防御しろ。弾丸を真っ二つに。あと一発くらい命中したって構わないが、まさかあれを狙ってんじゃねえだろうな。あれはヤバい。まさかあれを狙ってるのか。あれを。来ると思ったぜ。腕を登って心臓まで行くなんてやり方は、外すかもって今まで自信がなかった時だけやってた安全策だ。必ずやるって決めた時には直線だ。今の俺は何が何でも直線で突っ切るのよ。ぶっ殺してやる、エグレロブシャラティ。
ぶっ殺してやるってセリフは終わってから言うもんだぜ。俺たちギャングの世界ではな。取ったぜ。ちょっぴりだが、この俺をビビらせやがってこの野郎。これで確実にてめえの頭をえぐりと。人間を部品にするという君の能力からとにかく学ばせてもらった。運命なのか、それとも似たようなスタンド同士の引力で君と僕は出会ったのか。君のおかげで僕のゴールドエクスペリエンスはとにかく成長できた。どこへ行った。たった今ぶっ飛ばしてやったてめえの手首はどこへ。ぶっ飛ばしてやった、それは正しくない。僕はあえて切り離したんだ。ちょっとした忠告をサービスしてあげると、君のこの手は僕を攻撃するよりも自分の身を守ることに使った方がいい。なめてんじゃねえぞ。くらえ。切り離した手はすでに違う食い進む生き物となってお前の中に侵入している。そう、ご存知、ピラニアニだ。やばい、こいつを引っこ抜かなくては。切るしかねえ。真の覚悟はここからだ。ピストルズ、てめえらも腹をくくれ。ホワイトアルバム、ジェントリーベイブス。まだ意識はある。まだ打ち込んでやる。置き時計を柔らかくしました。あなたがあの秒針よりも早く動かなければ、奴は針の動きに反応し優先的に何度も何度も時計を襲い続けます。動くなと言ったのは正確にはゆっくりです。ゆっくりと動くのです。あの秒針の動きよりもゆっくりと、超スローにスピードは出さず、ただし万力のような力を込めて、こいつを細切れに切り刻んでぶっ殺すのです。てめえ、さっさとあの世へ行きやがれ。このクソがいつまでもこの世にへばりついてんじゃねえ。こら、お前、二つのことが矛盾しているぞ。お前やかましい。ヒーヒー、これから怯えるのはてめえの方だぜ。なるほど、走って向かってくるということは近距離パワー型か。射程は2から3メートル、それさえ分かればやり方はできている。なんと、の、喉が。これは、カバ、本物のカミソリ。うわぁ、2メートルだぜ、ちくしょう。このカミソリはてめえのケツの中に突っ込んでやるぜ。やり方はできていると言っただろう。うわっ、うわっ、バカだ、まただ、ちくしょう。け、消えた。早くキーを拾え、ブチャラティ。エンジンをかけるんだ。何してるんだ、車に乗れ。車でこの村を脱出できればそれでいい。みんながローマに向かうことができれば。どこに行くんだ、ブチャルティ。何で。どこまでも地中を追跡してくるのか。恐ろしい能力だ。だが分かるのか、俺がどこに向かって走ってるのかを。
やはりどうやらわからなかったようだな。ここがどこか。あり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